桃尻危機一発。桃尻危機一発愛好会。はあ、そんな愛好会に入ってんだ俺ら。いちじく館長、もう尻同士の乳繰り合いみたいなもんすよこんなん。今だ、よし、桃尻シールの貼り付けに成功した。あ、いちじく館長。桃尻危機一発柔道勝負の勝者は、名前よ。こんにちは、ヨドの喫茶です。今回はですね、こちら桃尻危機一発というゲームの実況プレイをしていきます。よろしくお願いいたします。こちらのゲームがですね、どんなゲームなのかと言いますと、いや、まあ私も詳しく知らないんですけれども、まあ、説明によるとですね、桃尻さんを助け出そう、超有名なパーティーゲームをオマージュしました。桃尻さん好き、みんな集まれということらしいんで、まあちょっとよくわかんないですけど、桃尻危機一発やっていきます。よろしくお願いいたします。ニューゲームだな。もちろん初見プレイでございます。誰だ、ほら、水戸黄門であってんのかな、読み方は。桃尻とは、桃のようにプルンプルンでありながら弾力があり、小ぶりで引き締まっていて、さらにむさぼりつきたくなるような伝武のことである。男を誘惑する胸部の谷間よりも、絶対領域を生成する大体部よりも、男たちを引きつけてやまない魔性の部。まあ、胸部の谷間もね、男が魅力感じるっていうのは、あれ、お尻に近い形だからっていうのが一説でありますね。人間はお尻出して歩かないですからね。それが、桃尻なのだ。いやいや、今、その桃尻をめぐる一つの争いに終止符が打たれようとしていた。桃尻をめぐる一つの争いっていうのはどんなかわかんないですけどね。まあ、頑張ってやっていきますよ。ね、私も桃尻は好きですからね。はい。大丈夫かこれ。伝武川アナル。いや、私ね、全年齢対象の健全なゲーム実況者でございますので、ちょっとこういう名前出されるとね、厳しいんですけれども、まあまあやっていきましょう。ふっ、逃げずに来たか。お尻だヒップ。もう、お尻だヒップはまだまあまあ、なんか可愛らしい感じありますよね。そっちこそ、今日こそ決着をつけてやらせ、伝武川アナル。お尻だヒップってでも、こっちもすげえ名前だよな。あ、こいつやっぱり水戸黄門なんだ。立ち合い人が見とこうもんな。異論はないな。沈黙をもって皇帝と見出す。かっこいいな。では、桃尻危機一発、10番勝負の最終戦を取り行う。ここまでの戦績は、お尻田ヒップが5勝、伝武川アナルが5勝。つまり、ドローの状態だ。そのお尻なんとかが、その桃尻危機一発か。これがどんなゲームなのかわかんないんですけどね。ゲームっていうか勝負ですね。延長戦を行うと、オッケーやっていきましょう。注目を持って皇帝とみなす。好きだな、これ。準備が必要。桃尻さんはスタンバイしている。あ、上のあの青髪の人が桃尻さんね。桃尻さんって人兵だったのね。次にこの桃尻シールを8人の尻に貼る必要がある。2人で手分けして貼ってくるんだ。ってことは4人ぐらい貼ればいいのかな、そのシールを。操作キャラは、あ、お尻だヒップか、伝武川アナルかは選べるんだね。俺ヒップくんにしようかな。お尻だヒップの操作キャラにしますか。はい。よろしくな、ヒップ。あ、もう動ける感じ？はいはいはい。桃尻シールはシールに貼らなければ意味がない。つまりシールを貼る相手の後ろを取らなければならないということだ。忘れるなよ。なるほど。もうこういうことなのかな。あ、お前の尻には貼れないのね。こっちの桃尻さん、早く私を助けてね。あ、桃尻さん結構可愛らしいですね。なんかこういうところはなんかあったりするのかなと思うけど、特に何かあるわけではなさそうですね。外に出られるのかな、これは。あ、出られるね。桃尻危機一発愛好会。はあ、そんな愛好会に入ってんだ俺ら。この人はなんだ？ここは愛好会や同好会が集まっている物質棟よ。アナスタシアさんね。あ、ここに来て普通の名前来たけど、なんかアナスタシアがちょっとダメに見えてしまう。これはやばいな。
頭のおかしな連中が夢中で役作りをしているから、中に入っても基本的に無視されるわ。隠れて何かするなら持ってこいの連中だけどね。ということで、中入って、そいつらのお尻になんか貼ればいいの、なんかね、シール貼ればいいんだな。SF 研究会、はい、入ってみましょう。なんか始まったぞ。イボジロー、はい。イボジロー、はい。エンジン出力 20% 低下。これ以上はいかにスペース転換、ダイワでも耐えられません。ダイワね、ヤマトじゃない、ダイワね。まだだ、あっ、イチジク艦長。諦めるな、スペース転換、ダイワがこんなところで終わるはずがない。イボジロー、イチジク艦長、何を。エネルギー充填、ハイパーメガトンダイナマイトバスター砲、発射準備。エンジン出力が低下している状況で、本気で、正気ですか、本艦ごと爆発しますよ。スペース戦艦ダイワの敗北は人類にとっての敗北。差し違えてでも奴らを落とす。非戦闘員は退避、同時に全速前進、敵に突っ込め。非戦闘員は退避を急げ。これより本艦は敵エイリアン軍に特攻する。イボ、お前も撤退だ。なんだ、退避だ。イボって。いや、俺は残りますよ。父さん。あ、父さんなんだ。艦長父さんなのね、イボ。なぜ知っている。お前が私の息子であることを。知ってるさ。あんたが愛人に産ませた子供が俺だってことは。な。ならばなぜ残る。お前の母を捨てた私を恨んでいるのだろう。恨んだよ。けどあんたがいつも肌身離さず持っている手帳の中を見しまったらな。赤ん坊の俺と母さん、あんたの写真で、あほん、どんな間違いよ、3人で笑いながら写ってる写真だ。あー、イボはね、それでちょっと許したんだね。ジロー、ジロー、いやでもこんな名前つける親ですよ。許していいんか。あんたを一人で死なせない。俺が地獄まで付き合ってやるよ。はい、心残りがなくなった艦長と、はい、爆発したぞ。え、なんか演劇とかしてるんじゃなかったの。爆発したけど大丈夫。あ、なんかすごい気合入って、あ、ここで終わり感じ。あ、で、この動いている人の後ろに回り込んで、毛尻シールの貼り付けに成功した。なるほど。ちなみに、あ、喋りかけたりはできるのね。毛尻シールの貼り付けは完了している。OK、じゃあこいつにも、あ、背後を取らないとダメ。はいはい。ここで、背後を取ればいいのね。毛尻シールの貼り付けに成功した。はい。SF 研究会。はあ、こっちは、あ、しまった、何か見るの忘れたな。勇者アナックス、いやいや、魔王スパンキングの名前も大概だな。魔王スパンキングと勇者アナックス。アナックスは大丈夫か？せめてアレックスとかにね、いじてくれたら。ここでもなんかこう演劇やってるのね。なんかやってるけど、もうなんかもうね、もう尻同士の乳繰り合いみたいなもんすよ、こんな。泣き虫アナックスが後ろを追いかけてくるって、お尻狙ってるのと違う？はいはいはい。あ、これで戦ってるところに、あ、お兄さんなの、スパンキング。アナスタシア。アナスタシアさっき外にいた子だよな。はぁ。いや、この戦闘してるところで後ろに立って、桃尻シールを貼るんかなと思ったんですけど、なんか、それで合ってそうな、あ、なかなか、なるほど、なるほど、奇抜な動きをしますね。でも俺はもう見切ったぞ。ここだろ、あ、間違えた。はいはい。ここで待機で、今だ！よし！桃尻シールの貼り付けに成功した。ここに回り込みましょう。で、はい、と、あ、あ、やべやべやべ。はい。桃尻シールの貼り付けに成功した。多分これでもう終わりだよな。8人に対して半分ずつ。ファンタジー研究会。なんで4枚貼ればいいはずなんですよ。これはなんもないんか。トイレに用事はないな。そうだな。
女子トイレに入るとまた定額処分を受けることになる。やめておこう。やらかしたんだな。こいつ一回やらかしたんだな。下の階に行く必要はない。まあ、4人分しっかり貼り終わったんで、じゃあまあ戻りましょうかね。あ、もう帰ってきてるね。さあ、ヒップ。どちらが桃尻さんにふさわしいか決着をつけよう。伝武川アナ。いや、名前何回見てもすげえな。桃尻シロハってきたようだな。はい。桃尻危機一発を開始する準備はできているか。ちなみにセーブ推奨だ。じゃあ一旦いい家でセーブをしよう。はい。一旦私セーブしますんで、その間、まあちょっと時間があるんで、皆さんよろしければ、チャンネル登録、高評価を今の時間の間にお願いいたします。いやあ、チャンネル登録と高評価は終わりましたか？早速スタートしていきますよ。桃尻シールを貼ってきて、桃尻危機一発を開始しましょう。ルール説明、いや、もちろんしてくれ。桃が出た。これが桃尻シール。桃尻さんを捉えているたるこれだね。これに全部で9枚貼られている。うん。9枚の中の1枚選択し、剣で突き刺す。はあ。なんか、イラスト屋みたいな剣ですね。突き刺したシールが桃尻さんのものであれば、桃尻さんを樽から解放することができる。外した場合は相手にターンが移る。これを繰り返し、助け出した者の勝利。9個のうち当たりを引けって話ですね。まあ、黒ひげ危機一発みたいなもんか。オッケーオッケー。いや、至って簡単なルールで助かるね。先行と後攻。これは、どうだろう。もっと9あるから、いやまあまあ、俺はゲーム実況者なんで、先行でもガンガン攻めていきましょう。ゲームスタート。なんだ、ああ、俺のターンね。桃尻シールをタッチはクリック。じゃ、とりあえず真ん中攻めてみましょうか。ああ、アタックス。ああ、はい、我がメガネに一辺の曇りもなし。あ、伝武川アナルのターン。あ、スパンキング。じゃあどうしようか。縦ビンゴ狙っちゃうのか。これで当たり引けばいいんだろ。誰だ誰だ今の。桃尻マイスター、はい。いや、桃尻マイスターはいいけど、今の誰だ。あ、イチジク館長。じゃあ俺ここ行こうか。あん？ダメ。力が入らない。これは桃尻さん当たったんじゃないか。ほらほら。勝負あり。You win。お、勝った、やった。桃尻さん当てたよ。桃尻キッキ一発10番勝負の勝者は、お尻だ、ヒップ。名前よ。私を助け出してくれてありがとう、お尻だくん。君の桃尻が俺にわからないはずないじゃないか。なんつうことを言ってるんだ、貴様は。力が入らない。本当にね、ケツに刺さるの、あの剣が。ああ、こうして、ハッピーエンドを迎えたわけですな。で、アナル倒れてるね。敗者に罰を与える。はあ。え？いやいやいや、おお！やりやがったな、水戸黄門。あれー、あ、もうこれが多分、あれですね、クレジット的な、エンドロール的な感じですかね。この音楽はあれですね、結構フリー素材かなんかなんですかね。私が以前実況した、戦隊ヒーローの音楽もこれでしたね。というわけで、まあ、おそらく桃尻キッキ一発、これで終わりだと思います。揺れる素敵なヒップを見ながら寒いってどういうこと？缶か缶なのか。揺れる素敵なお尻を見ながらお別れいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ他の動画も見ていってください。それでは失礼いたします。 The End。